可愛い女の子っていうか小悪魔的なさ魅力のある女の子ってなんであんなに自信満々な顔してるんだろうね。あのね、小悪魔的な笑顔、ここからそのちょっと女子向けの話になるけど、小悪魔的な笑顔、小悪魔的な雰囲気っていうのは完全にあれです、その女の子、あなたが女性だとすればね、あなたの心の自信、どれだけ自信が強いか、自信があるか、自信に完全に比例するなと思って、あのさ、わかるかな、かわ、例えばリアルな話ね、キャバクラとか風俗やってる女の子とかのあのもう圧倒的な笑顔あるじゃん、この口角が上がってさ、別にカメラ向けられたらね、カメラ向けられたら自然にあの笑顔するんでしょ。俺まだ無理だもん、それ無理でしょ。ね、なんか小悪魔的じゃないでよね。ね、無理でしょ。なんか違うじゃないですか。ね、でもそういう女の子たちは。やっぱりね、まあそれが自分の仕事だと思ってるから、自分のね、まあ女性としての美貌であったり可愛さであったりが商品だっていう意識でいるんだろうから、まあまあまあうまいんですよね。で、それね、気をつけてください。女子の人たちは。例えばもちろんメイクとかを頑張って、なんかおしゃれとかも頑張って、ダイエットするんならして、で、いろいろ頑張っていって、で、素敵な自分になっていく。でも、笑顔が、小悪魔的じゃないっていう人もいるからさ、それがどうしてなのかなと言いますと、そういう相談もあるからね。どうしてなのかなと言いますと、やっぱり自信なんですよ。ね、まだね、評価がないから、自分に自信がないんだと思うんだよね。でも、まあ、私はね、夜のお仕事の女よというぐらいな、別に夜のお仕事やってなくてもいいから、私はもう完璧よっていうぐらいな、気持ち的にはね、そういうぐらいな自信があってニコってすれば小悪魔的な笑顔になると思いますね。男性にとってね、女性の可愛いっていうのは基本一緒なんです。みんな可愛いのは可愛いの。ね。女の子ってさ、男の子を好きになるとき、もちろん入りとしては、顔とか、ね、おしゃれかどうかとか、ちょっと気にするじゃん。でも、付き合うかどうかは別じゃないですか。顔だけで決めないでしょ、あんまり。決める人もいるけど、ほとんどの普通の女の子は、性格が普通なんであれば、顔だけでは決めないんだよね。そこは入り口かもしんないけどさ。うん。だから僕みたいな、そんなにイケメンじゃなくても、結構、まあ頑張ればね、女の子と普通にたくさん仲良くなれたりとかできるわけだけど、それは女の子が顔で判断してるわけじゃないから。うん。喋り方とか、なんか自信とか、あとトークね。多分僕はトーク一辺倒だけど、トークで勝負する人間だから。ね。というところを見てくれるでしょ？女の子は、あなたはそうでしょ？でもさ、男って違うんですよ。うん。男って結局エルフなの。これね、本当にこれは信じた方がいいよ。いろいろ調べれば、本とか読めば分かると思うけど、もし僕の言うことが信じられないんだったら、なんか本、ね、そういう本買って読んでみるといいと思うけどね。男の可愛いっていうのは、画一化されてるんです。例えば、韓国のカラーとかさ、僕あんまりよく分かんないけど、少女時代とかさ、ヒョナとかさ、ね、なんかいろいろいるじゃん。最近はよく知らないけどね。あの辺ね、正直そのネット上とかでは、ああだこうだ叩かれたりなんだりあるけど、そんなこと言ったって結局ね、その女の子がね、セクシーな格好で私と付き合ってほしいのって言ってきたら、はい、お願いしますってなるのが男なの。で、口ではかっこいいこと言うよ。例えばね、よく言われるけどさ、韓国のその可愛い、アイドルグループは顔がみんな一緒だ、みたいなこととかネットに書いてるよ。書いてるけど、で、俺はそういうのは好きじゃねえな、とかって書いてるけど、でも結局そういう可愛い感じの子が、付き合ってくださいって、セクシーな感じで言ってくれば、よろしくお願いしますってなるのが男なの。ね。だから、やっぱり小悪魔的なね、可愛さ、一般的な意味での小悪魔的な可愛さが絶対に必要なの。個性は後なんですね。レリゴーは後の話。レリゴーの前にね、私は私でいいのの前に、まずある程度世の中一般的な
可愛いっていう、世の中の男性が、ああセクシーだな、イケてんなっていう風に思う連中のルックス、思うその女の子たちのルックスを手に入れるために頑張って、でそういう女の子たちはまあルックスが可愛いから自分に自信があるから小悪魔的な笑顔できるんだよね、うん、っていうことなんですよ。だからまあ日本人安室奈美恵癖があるんですよ、うん、可愛いけどね、可愛いし、もちろん付き合ってくださいって言ったら、あ、お願いしますってなるけど、でも若干癖があるんでね。うん。癖があるんじゃない。個性があるの。可愛いけど、なんか結構唯一無二な感じしない？うん。ちょっと叩かれてた頃の倖田來未とかが結構一般的じゃないですか。うん。ただちょっと、ちょっとギャル方向に振りすぎっていう面があるけど、AKB はね、AKB の連中は、まあまあまあ、まあまあかなっていう。AKB の中でもトップクラスの可愛い連中の2、3人ぐらいは、まあ大丈夫。はい。だから、正直参考にしていただきたいのは、韓流の、アイドルグループというか、女の子たちのね、歌手のチームですよ。まあ整形してるよどう考えたら整形してるじゃん、みんな同じ顔なんだから。でもあれよ、あれは僕ら男にとって基本的に全員可愛いんですよ。全員可愛いのね。それにニコッと微笑められたらはーってなるのね。整形してるかどうかはそれはじゃあ結婚とかあの話になったら別に なるんですけれどもでも付き合う段階ではあれがいいのさ、すげえいいのね、分かって。だから男の思考回路っていうのは、男はね、みんな男連中みんなが可愛いねっていうようなレベルのその外見を好きなの、それと付き合いたいの。みんなが可愛いねっていうふうに言ってくれるレベルの女の子と付き合いたい、うん、女の子違うじゃないですか。誰しもがイケメンだねって言ってくれる男の子は確かにかっこいいけど、でも付き合うって言ったら別にそれ以外の要素もあるでしょっていう感じじゃない、女の子だったら。男は違うからね、うん、男はみんなが可愛いって認めてくれる女と付き合いたい、そういう女を連れて歩きたいっていうあのね圧倒的なね欲望があるんですよ。だからあなたもねぜひその辺は参考にしてください。うん、韓流だから嫌だとかそういうことは言ってる場合じゃないね。韓流アーティストの女の子たちをね、もし韓流が嫌いであってもねそういう女の子たちを参考にして整形しない感じであなたもメイクとか頑張った上で、日本人だったら日本人のままでいればいいだけだからさね。そういうそのなんかそのどこどこの民族が嫌いとかどこどこの政党が嫌いとかね、政治とか宗教とかそういう話でやっぱりね重いこと考えちゃうのもダメだから、真ん中路線で行こうぜ。いいところは取り入れる、ダメなところは取り入れないっていうだけだからね。はい、今回は以上でした。はい、コンシェルジュでした。ではまた。